皆様、今日も熱い声援ありがとうございました。今シーズンをもって引退することを決断しました。まずはこのような場を設けていただきありがとうございます。小さな頃からとにかくサッカーが好きで、暇があればボールを蹴っていたのをよく覚えています。そんなサッカー少年がいつからかプロサッカー選手になりたいと夢を持ちました。高校、大学と素晴らしい仲間に出会い、よりサッカーに真剣に取り組むようになり、夢に一歩ずつ近づくことができました。そして大学を卒業して夢を叶えました。夢を叶えてくれたのは浦和レッズでした。2002年に加入してから17年、とても長い期間在籍させていただきました。この17年のキャリアは自分の想像をはるかに超えるものである。皆様の支えがあったからこそだと思っています。ファン、サポーターの皆様をはじめ、ホームタウン、パートナー企業、講演会、スチュワードの皆様など、浦和レッズに関わる全ての皆様のおかげだと思っています。本当にありがとうございます。今日この日のために多くの友人も集まってくれました。ありがとうございます。そして一番近くで支えてくれた家族、両親、本当に感謝しています。そしてここまで一緒に戦ってきてくれた選手たち、 OB の方々、皆様の助けがあったからこそだと思っています。自分を信じてパスを出してくれた仲間、自分のクロスを信じてゴール前に走り込んでくれた仲間、自分のミスを何度もカバーしてくれた仲間、数多くの仲間に助けられここまで来れました。スタジアムには
多くのサポーターがホーム、アウェーどちらでも駆けつけ一緒に戦ってくれました。今まで指導していただいた監督をコーチングスタッフ、メディカルスタッフ、クラブスタッフ、本当に多くの方に助けられました。このチームは、この浦和レッズというチームは、関わる全ての人たちの大きな愛によって成り立っていると思います。その中に一緒にプレーできたことは誇りです。この目の前にある数々のタイトルも皆様の愛があったからこそだと思います。本当にありがとうございました。まだ夢は終わりません。次の夢は指導者になり、このピッチに戻ってくることです。今まで以上に厳しく辛い道のりになるとは思いますが、また夢に向かって一歩ずつ頑張っていきたいと思います。これから皆様の力がまた必要になると思います。これからも引き続き